こんなものを買ってみました。ヤギさんのミルク。なんか最近ポテが保育園デビューしたんですけど、保育園に行ったらね、なんか風邪をもらってきちゃってなんか人間の子供と一緒だよね。保育園の洗礼をよく受けるとか言うけどさ、ポテも保育園の洗礼を受けてちょっと風邪をひいてしまったので、栄養つけようと思ってヤギのミルク買ってみました。どうかな？これ飲んでみるか。飲んでみる？ポテ。ね。で、ちょっと待って。じゃあ、開けてみよう。フライングだよ、ポテ。待って待って待って、ダメダメダメ。じゃあ、ちょっと床に置いたら低いからさ、これなんかポテの。あ、ポテじゃないよ。これなんか、筋トレ用に買った、この台で。よし、準備万端。どうぞ。完食。もんちゃんもミルク好きなんだね。美味しいよね。もうないよ、ポテ。もう味しないでしょ。ないよ。はい、ごちそうさまでした。美味しかった？また明日ね。また明日。